チャーリーとチョコレート工場は1964年のロワルドダールの自動小説チョコレート工場の秘密をもとにしたミュージカル。デイビッド・グレーグが脚本、マーク・シャイマンが作曲、シャイマンとスコット・ウィットマンが作詞を担当した。2013年6月、ロンドンのウェストエンドにあるシアター・ロイヤルで初演され、3年7ヶ月上演後、2017年1月、閉幕した。 2017年4月、ブロードウェイにあるルント・フォンティーヌ劇場で改訂版が開幕し、約9ヶ月上演後、2018年1月、閉幕した。1964年のロアルドダールの自動小説、チョコレート工場の秘密をもとにしている。2010年5月、翌年のロンドンでの開幕を目指し、ニューヨークで最初の読み合わせが行われた。 2012年6月18日、2013年5月上旬にロンドンパラディウムで開幕する予定であり、2012年10月にチケットが発売されることが正式に発表され、その後会場がシアターロイヤルに変更となった。デイビッド・グレーグが脚本、マーク・シャイマンが作曲、スコット・ウィットマンとシャイマンが作詞を担当した。ウエスト・エンド・プロダクションは、 サム・メンデスが演出、ピーター・ダーリングが振り付け、ブランドン・ダンカンが振り付け助手、マーク・トンプソンが装置デザイン、ポール・ピアントが照明デザインを担当した。時代設定は原作より現代に近い。プレビュー公演の際、ガラスの大エレベーターの追加など多くの変更が加えられた。2014年、シアター・ロイヤルの看板2013年、ロンドンにある、 シアターロイヤルにて5月17日、プレビュー公演、6月25日、本公演が開幕する予定となった。当初、ロンドンパラディウムで開幕する予定であった。2013年1月11日、配役が発表され、ダグラス・ホッチが主役のウィリー・ウォンカ役に配役された。5月22日に、プレビュー公演が予期せぬ、舞台装置の不備により延期となった。 開幕直後、上演期間が2014年5月まで延長され、2013年10月までにチケット売り上げが約30万枚となったためさらに11月まで延長された。2015年2月、2016年12月3日まで延長された。2013年12月30日からの1週間、チケット売り上げが108万260ポンドとなり、 ウエストエンドの週刊チケット売り上げ記録となった。2014年5月、ンカ役がアレックス・ジェニングスになり、初めての大きな配役交代となった。2015年5月、ンカ役がジョナサン・スリンガーに交代となった。2016年2月23日、上演期間が2017年1月まで延長となり、1月7日に閉幕した。2017年春、 ブロードウェイでジャック・オブライアン演出、ジョシュ・バーガス振り付け、オリジナルのマーク・トンプソンによる新たな装置デザインによる改訂版が開幕した。他の作品との兼ね合いにより、ウエストエンドで演出を担当したメンデスは、プロデューサーとしてのみ関わっていたが、交代したオブライアンの演出にも部分的に携わった。オブライアンは1971年の映画、 夢のチョコレート工場に敬意を表し、レスリー・ブリッカス及びアンソニー・ニューリーの楽曲を使用するとともに、シャイマン及びウィットマンの楽曲も使用した。2016年8月、オブライアンは映画で使用されたザ・キャンディーマン及びピュア・イマジネーションを使用することを発表した。2016年5月9日、ブロードウェイ版がラント・フォンティーヌ劇場にて、 クリスチャン・ボールが、ウォンカ役、エマ・フェフルが、ベルーカ役、カイ・マイケル・ヘイニーが、オーガスタス役で開幕することが発表された。2017年3月28日、プレビュー公演、4月23日、本公演が開幕した。評価は、賛否両論であり、複数の批評家は演出及び改定に関して、批判した。第2幕の4名の当選者の最後など、 ウエストエンド版と比較して、ブロードウェイ版は、著しく暗い。オーガスタス、バイオレット、ベルーカ、マイクは、ウエストエンドでは子役が演じていたが、ブロードウェイでは、大人が演じ、チャーリーの巫女役が演じている。2017年11月15日、27、プレビュー公演、305本公演上演の後、2018年1月14日に、閉幕することが発表された。 2018年9月21日、ニューヨーク州バッファローにあるシアズ・パフォーミング・アーツ・センターにて、全米ツアー公演が開幕した。ブロードウェイ公演を踏襲し、ノア・ワイズバーグが、ウォンカ役、ジェームズ・ヤングが、ジョー・おじいちゃん、役、アマンダ・ローズがバケット夫人役を演じ、ヘンリー・ボシャーと、コリン・ジェフリー、ルービー・ウッドが交代で、チャーリー役を演じている。 2019年1月5日、シドニーにあるキャピトルシアターにて、オーストラリア公演が開幕する。ブロードウェイ版を踏襲し、4名の子役が交代で、チャーリー役を演じ、当選者4名の子供の役は、大人が演じることとなっている。10月13日、ブロードウェイ版でジョージおじいちゃん役を演じた、アメリカ人俳優ポールスレードスミスが、文化役。 オーストラリア人俳優とニー・シェルドンがジョー・おじいちゃん役、ルーシー・モー・オンダーがバーケット夫人役を演じることが発表された。トミー・ブレア、ライアン・イエッツ、ジョン・ジェイビース、オリバー・オヘアが交代でチャーリー役を演じる。第一幕、チャーリー・バケットは近所のゴミ捨て場で価値のありそうなものを探すが、他に目星いものもなくお菓子の包み紙を拾って不思議な足音と共に帰宅する。 家はガード下の一部屋しかない掘った手小屋である。キャベツのスープが温まるのを待つ間、祖父母はチャーリーにウィリーウォンカについて語る。父親が帰宅するが失業し落胆しており、母親はすぐに食が見つかると元気づける。両親はチャーリー、そして今ある幸せについて語り合う。チャーリーは家族のために発明したことをウォンカに向けて手紙に記し、紙飛行機にして、 夜空に飛ばす。翌朝、バケット夫人が夜の仕事から帰宅し、ウィリー・ウォンカがチョコレートの中に同封されたゴールデンチケットを引き当てた5名が工場に招待されお菓子が一生無料となる抽選を行うと語る。チャーリーはゴールデンチケットを絶望するがチョコレートを買うお金がない。自家製テレビでは最初の当選者が肥満のバイエルン人の少年。 オーガスタスグループになったことを報じる。その後、わがままなイギリス人の少女ベルーカ・ソルトが当選する。ベルーカの父親は、娘のためにいかに、ゴールデンチケットを引き当てたかを語る。チャーリーの誕生日となり、祖父母は、ンカのチョコレートをプレゼントするが、ゴールデンチケットは入っておらず、チャーリーは落胆する。チョコレートをかじるのと同時に、ハリウッドに住むガム神の記録更新を目指すバイオレット。 ボーレガードが3人目の当選者となったことを知る。バイオレットとその父親はゴールデンチケットを獲得したことでより有名となり、これからいかにバイオレットがスターとなっていくかを自慢に,に語る。その直後、マイク TV が当選したことがテレビで報じられる。マイクは暴力的ないじめっ子でテレビ及びゲーム中毒であり、気違いな母親がかなり甘やかしており、母親は マイクの危険行動やゴールデンチケットを獲得するためにウォンカのパスワードをいかに入手したか語る。ゴールデンチケットが残り1枚となったにもかかわらず、チャーリーはチョコレートを買うお金がなく悲嘆する。両親はチャーリーの健やかな成長とより良い暮らしを願う。冬のある日、チャーリーは裕福な夫婦が落とした小銭を拾う。不思議な足音に借り立てられたチャーリーはそのお金で、 チョコレートを買うとゴールデンチケットが入っているのを見つける。寝たきりのジョーおじいちゃんは驚いて40年ぶりに歩くことができる。チャーリーとジョーおじいちゃんが工場に向かうとレッドカーペットの上で取り囲まれば違いに感じる。コーラスによるファンファーレが鳴り工場のドアが開き謎のベールで包まれたウィリー・ウォンカが登場してゴールデンチケットを手にした当選者たちを秘密の工場に招き入れる。 第二幕ウォンカは当選者たちに工場の規則及び規定を説明する。当選者たちは製約書に署名をし、チョコレートルームに入る。保護者たちがウォンカになぜ子供たちに秘密の工場を見学させる気になったのかを尋ねると、ウォンカは何かをごまかしながら芸術のためだと答える。オーガスタスはチョコレートの皮をすくって飲んでいると皮に落ちてパイプに吸い上げられ、ベルーカは 悲鳴を上げる。見上げると赤いつなぎを着たウンパルンパと呼ばれる小人の労働者たちがいるが、オーガスタスを助けようともしない。オーガスタスがいなくなり、ウォンカハとフィーに骨が混入することを心配する。一行はショックを受け不安になるが、ウォンカはオーガスタスは大丈夫だろうと語る。隣の開発室では白い服を着たウンパルンパが材料を混ぜている。 ンカは溶けない目を子供たちに配るが、バイオレットは喜ばない。ンカが、バイオレットに、最新作、フルコースが味わえてお腹もいっぱいになるガムを見せると、バイオレットはそれを口に放り込む。ンカはデザートになる前にやめる、よう警告するが、バイオレットは無視して噛んでいると体が紫色になり、巨大なブルーベリーのように膨らむ。バイオレットは爆発して果重が飛び散るが、ンカは、 心配もせず、バイオレットの父親をジュース室に連れて行き、バイオレット弾きに元に戻ると語る。次に、ナッツ室へ行くとリスが、ナッツの選別をしている。良いナッツを手元に、悪いナッツをダストシュートから滑り落とす。ベルーカは、リスを欲しがるが、ウォンカは断る。しかしベルーカは、リスを掴んで持ち去ろうとし、悪いナッツとみなされ父親ともども。 ダストシュートから滑り落とされる。ンカは彼らは大丈夫だろうと語る。ンカは一向を失敗策が置いてある暗い倉庫を通り未来部に連れて行く。チョコレートテレビを披露するとマイクがとても興味を持ち、ンカの警告に関わらずカメラの前に立つ。リモコンのボタンを押すと煙が立ち込めマイクがいなくなり、テレビの画面に登場する。複数の画面に出没し、一同が 画面からマイクを引っ張り出すと身長が6インチとなってしまっている。マイクの母親は大したことはないと心配せず、マイクをバックに入れて満足げに去る。とうとう、チャーリーのみが残る。ジョーおじいちゃんが商品である一生分のお菓子をもらえるのか尋ねると、ンカは軽くあしらい、先ほどチャーリーに与えた溶けないや目がその商品だと語る。ジョーおじいちゃんは怒るが、 チャーリーは溶けない雨をもらったことに感謝する。以前、チャーリーは、文化の発明が書かれた本の空いているページに、自分の発明も書き加えていた。チャーリーとジョーおじいちゃんが帰ろうとするとき、その本を開くと、文化が近づきチャーリーの発明を見る。文化は、チャーリーの勝ちだと語り、チャーリーを、ガラスの大エレベーターに招き入れ、真の商品である、チョコレート工場を一望する。 エレベーターから降り、ウォンカはチャーリーに工場を譲ると語る。ウォンカは去り、バケット一家は工場に引っ越してくる。門の外で不思議な足音が聞こえ、それが、ウォンカの足音だと判明する。ウンパルンパとチャーリーが、工場の窓から手を振ると、ウォンカは、信じれば、願いは叶うと語り消え去り、チャーリーは未来を思い描く。第一幕、ウィリー・ウォンカは、自己紹介をし、 伝説的チョコレート工場の後継者を探していると語る。ウォンカは菓子屋の店主に変装してすぐに街の話題となり、菓子好きのチャーリーバケットもとても気になっている。菓子を購入するお金もないが、チャーリーはたびたび菓子屋を訪れ、ウォンカと知らずに店主と仲良くなる。チャーリーは店主にウォンカの業績について語り、ウォンカに 自分の発明を聞いてもらうため工場に行くためなら、どんなことでもすると語る。チャーリーは、母親、寝たきりの祖父母ジョージおじいちゃん、ジョージーナおばあちゃ,おちゃん、ジョーおじいちゃん、ジョセフィーンおばあちゃんと共に暮らす古びた小屋に帰宅する。ジョーおじいちゃんはいかに、文化の警備員となったかをチャーリーと思い返していると、母親が帰宅して勉強用に古いノートを与える。チャーリーは、空想にふけ、 ウォンカに新商品の提案を手紙に記し、紙飛行機にして夜空に飛ばす。翌朝通学前、チャーリーはウォンカが5つのチョコレートにゴールデンチケットを隠し、当選者はチョコレート工場を見学することができ、一生分のお菓子がもらえることを知る。家計はいつもよりさらに逼迫し、チャーリーの誕生日に、 高齢のお菓子を買えない状態で、チャーリーは当選することができないと悲嘆する。ジョーおじいちゃんは、自身の葬儀の積み立てから出してあげると語り、チャーリーは気を取り直す。学校から帰る途中に菓子屋の前を通ると、バイエルン人で、肥満のオーガスタスグループが最初の当選者となったことを知る。チャーリーはチャンスが減ったことを悲しみ、わがままな、 ロシア人少女ベルカソルトが2番目の当選者となったことを知りさらに落ち込む。通常チャーリーは、小敷きのグリーン夫人から古びた野菜を買うが、グリーン夫人がチョコレートを売っているのにお金が足りず、落胆する。ガム神の記録更新で、セレブリティとなることを目指すバイオレット・ボーレガードが3人目の当選者となり、文化のコンピューターにハッキングして、 チケットを引き当てたハイテクオタクのマイク TV が4人目の当選者となったことを知りさらに落胆する。当選への思いを募らせながら帰宅する。家に到着すると、家計をやりくじして用意されたチョコレートの誕生日ケーキを見てチャーリーは大喜びするが、ゴールデンチケットが入っておらず再度落胆する。母親と3人の祖父母は、 チャーリーの父親がまだ生きていたならより良い生活ができたはずなのにと考える。翌日、チャーリーが菓子屋を訪れると商品はすべてなくなっており、店主は店を閉めるつもりだと語る。店主が去った後、レジの後ろに1ドル札が落ちていることに気づく。1ドル札を返そうとするが、うまくいかず、チャーリーはグリーン夫人のもとに急ぎ、野菜ではなくチョコレートを買う決心をする。 チョコレートの包みを開けると、最後のゴールデンチケットを見つけて大喜びする。家族に知らせるため急いで帰宅する。母親は当選を喜ぶが、保護者として同行するため欠勤すると失業すると恐れる。しかし数年寝たきりであった。ジョーおじいちゃんは、招集令状とばかりに起きて、チャーリーに同行しようとする。何度か失敗しながらも、ついに自分の足で立つことができ。 チャーリーとバケット夫人と共に陽気に踊る。とうとうその日がやってきて、工場の門前で5人の当選者が集い、パパラッチや、チョコレート TV のリポーターのチェリーサンデーとジェリー、ジュビリーに囲まれ、チャーリーとジョーおじいちゃんは場違いな気分になる。ンカが登場し、一行を工場に案内する。第二幕5人の当選者と、その保護者は、ンカに挨拶し、ンカは、 工場の規則と規定を説明し、保護者たちは長く複雑な制約書に署名する。一行はすべてが食べられるチョコレート室に入り、子供たちはチョコレートでコーティングされた理想郷を探検する。保護者たちは資産も人材も実用的でないとして、やや批判的になり、温価は落胆する。温価の警告にもかかわらず、オーガスタスはチョコレートの沼から飲み、落ちてしまう。 ファッチ室につながるパイプに吸い込まれ壮絶な最後となる。小人の従業員であるウンパルンパがやってくるが、オーガスタスを助けようともしない。ウンカはファッチから骨を取り出すことだけを心配し、取り乱したオーガスタスの母親をウンカは慰めるのに失敗する。一行は悲しむが、ウンカはオーガスタスは無事だと断言し、ウンパルンパにオーガスタスの母親を息子探しに連れて行かせる。 一行は、毛皮のロリポップから、バナナからウランまで使用した光の球、リキッドサンシャインまで、新発明や新商品を作るために、様々な材料を混ぜる巨大な軽量カップのある、ミックス室に入る。バイオレットの要望により、ウォンカは、フルコースの食事が味わえる棒状のガムを見せる。バイオレットと、父親は、ガム界のスーパースターとなった気がして大喜びする。 コースのデザートの部分に問題があり、ウォンカは安全性を保証しなかったが、バイオレットは噛んだだけでなく飲み込んでしまう。ガムに含まれた果汁で、バイオレットの体は膨れ上がり、人間ブルーベリーとなる。ウォンカは、ウンパルンパに、バイオレットと父親を助けるよう命じたが、マイクの母親がウンパルンパの出身地を訪ねたため、中断する。バイオレットがどんどん膨らんでいるにもかかわらず、 ウォンカとウンパルンパは出会った時のことを思い返す。ウンパルンパが吹き矢を吹くと、バイオレットは爆発して、紫色の果汁が父親に向けて吹き出す。ウォンカは全く心配する素振りを見せず、バイオレットの父親をジュース室に連れて行き、ウォンカは、バイオレットは、きっと大丈夫と語る。ウォンカは一行を材料倉庫に連れて行く決心をするが、まず命に関わる、罠のある、 見えない迷路を通らなければならない。一行は迷路が本当に存在するのか疑うが、マイクが見えない罠で殴られて考えを改める。一行は次々とドアを通過するが、ジョーおじいちゃんは十分にかがむことができず通過できない。ウォンカはコースの変更を提案し、ナッツ室に行くことにする。部屋の外でナッツをより分ける従業員であるリスのジェレミーに会う。 ベルーカはジェレミーに夢中になり、父親にリスを買ってくれるようねだる。ウォンカにリスの売却を拒否され、ベルーカは感触を起こして選別室に入る。ウォンカはリスはとても危険だと警告するが、ベルーカはリスと追いかけっこやダンスをし、そのうちリスたちが凶暴になってくる。ベルーカはリスに掴まれ、悪いナッツとして扱われ、父親及び一行は恐怖に陥れられる。 ウォンカは、ウンパルンパが、ベルーカを連れ戻してくれると語るが、ベルーカの父親は、ベルーカを助けに行く。マイクの母親は、ウンパルンパが本当に、子供たちを助けられるのかと、ウォンカを責めるが、ウォンカは、マイクの母親を退ける。ウォンカとマイク帽子は、バスタブの形をしたボートであるウォンカ号に乗り、工場の地下深くの川を進む。ボートに乗り遅れたチャーリーとジョーおじいちゃんは、 スキューバの服装で泳いで、ボートを追う。ウォンカにテレビ室に連れて来られ、マイクは大喜びする。ウォンカはチョコレートを画面の中に送り込むチョコレートテレビを紹介する。機械オタクのマイクは、母親とウォンカの静止にもかかわらず、自身を画面の中にテレポートさせる。しかし普通のチャンネルではマイクを見つけることができず、ウォンカはマイクを探しやすいように、 うんぱるんぱにマルチ画面にさせる。マイクは次々と違う画面に登場するが、母親がマイクを引っ張り出すとマイクは人形のような小ささとなる。マイクの母親は、この小ささであればもう息子は悪さをしないだろうと安心し、マイクをハンドバッグに入れ満足期に工場を去る。5人のうち、チャーリーのみが工場に残る。ウォンカは チャーリーとジョーおじいちゃんをアイデアを書き続けるイマジン室に連れて行く。ジョーおじいちゃんが商品である一生分のお菓子について尋ねると、ンカはチャーリーに溶けない飴をあげたと語る。ジョーおじいちゃんは商品が小さい飴一つだったことで、ンカに激怒し、喧嘩となる。チャーリーは仲裁しようとし、ジョーおじいちゃんにこの飴は素晴らしいプレゼントで工場見学も楽しかったと語る。 ンカは気を取り直して王おじいちゃんを事務室に連れて行き書類について説明し、チャーリーに何も触らないよう警告する。チャーリーは警告に反し、ノートを開いて、ンカにだけ見られるよう後ろの空いているページに自身の発明を書き入れる。最初は怒ったンカであったが、警告に反したにもかかわらず想像力豊かなチャーリーに感銘を受ける。ンカはチャーリーの勝ちだと語り、 ガラスの大エレベーターに連れて行く。二人はガラスの大エレベーターで天高く登って行き、ウォンカはチャーリーに、商品はこのチョコレート工場だと語る。ウォンカはチャーリーの手紙を読んでおり、発明を実現しようと語る。工場の外に着地し、ウォンカはすぐに作業を始めようとするが、チャーリーは家族のことが心配になる。チャーリーの家族は工場の敷地内にすでに引っ越してきており、 ウォンカはチャーリーをビジネスパートナーとして工場に迎え入れる。1971年の映画、夢のチョコレート工場より、レスリー・ブリッカス作詞、アンソニー・ニューリー作曲2016年現在、クイーン・オブ・ポップに変更されている1971年の映画、夢のチョコレート工場より、レスリー・ブリッカス作詞、アンソニー・ニューリー作曲オリジナルウエストエンドキャスト、 レコーディング2013年10月7日、ウエストエンドオリジナルキャストアルバムがリリースされた。オリジナルブロードウェイキャストレコーディング2017年、ブロードウェイキャストレコーディングにおいて、6月2日、デジタル配信、6月23日、CD がマスターワークスブロードウェイからリリースされた。ウエストエンドプロダクションでは、ダグベスターマン編曲により、 指揮者の他に16名の演奏者でオーケストラが編成されている。ブロードウェイプロダクションではベスターマン及びマイケル・スタ・ロビンの編曲により指揮者の他に17名の演奏者で編成されている。批評家からの評価は賛否両論であった。プロダクション及び演技はむね高評価であったが音楽及び脚本は批判も受けた。批評家からの評価は賛否両論であった。 ウエストエンドから、脚本も楽曲も大幅な変更があったにもかかわらず、脚本が荒く、子供の役を大人が演じるなどユーモアに頼りすぎており、装置も暗いと批判されている。ただし、文化役を演じた、クリスチャン・ボールの演技は称賛されている。ありがとうございます。